多くの企業とスポンサー契約を結んでいるプロゴルファー実際に使用する道具を扱うクラブメーカーなどはもちろん一見ゴルフに関係なさそうな会社まで様々そこでプロゴルファーと契約するメリットや契約する選手の基準などを企業に聞いてみた今回は

会社名の通り大分という地場でやっている建設会社です総合建設会社ですので小建てやマンションといったものから医療関係やオフィステナントビル工場など建設に関わることすべてを行っておりますゴルフに関わっている部分で言いますと大分という土地柄もあると思いますがゴルフが好きな方が多く 年に2回、お客様を含めて80人から100人規模でコンペをやって親睦を深めたりすることがありますね。プロゴルファーと初めて契約したのはいつですか田島ともプロが初めてでした。契約をしたのはプロ1年目の2016年からですね。プロゴルファーとなぜ契約しようとなったのですか大分県という場所は、九州で唯一女子プロゴルフのトーナメントを開催していないという土地です。 そういったこともあり福岡や熊本宮崎と比較してジュニアの育成が弱いエリアでもあるんですそこで九州の中でも大分のジュニア育成を強化していきたいそのためには地元の企業がバックアップできる体制を作らないといけないその旗振りになればいいかなと思い大分県出身の田島プロと契約させていただきました大分のジュニア育成で取り組まれていることは何かありますか 今年の4月に第2回が開催予定なのですが大分のテレビ局 obs 大分放送さんと obs 九州女子ジュニアゴルフ大会というジュニアイベントを行っていますジュニア育成のために学生たちをしっかり成長させるようなきっかけ大会を誘致して開催していこうという思いでやっていますそもそもジュニア育成をしようというきっかけは やはり九州の中でも他の県に負けないフィールドを作ってあげたい、ジュニアの人材が県外に流出せず、県内で育んでいける環境を作りたい、という思いが強いからです。田島プロは小さな頃から知っているのですが、田島プロを通じて、女子プロゴルファーとしてやっていくためには企業がバックアップしてあげないと強くならないし、成績も出てこないということも知ることができました。田島プロの人柄もありますが、 田島プロの講演会を発足する時も大分市や別府市、行政と民間企業で手を組んで、最初の講演会の時には200人を超える人たちが集まったんです。まだ、全く活躍していない女子プロ1年生にとっては考えられないくらいの人に支えられているのが田島プロなんですよね。そこには、このような形でどこかの企業が旗振りして、応援していこうよ、という思いがあります。 また大分から強いプロを出すことによって下に続くジュニアの世代が自分たちも頑張ろうという土壌が大分にできればと思っています多数の賞金女王を輩出している熊本県はまさにそうですよねそうですね大分も新海ミュプロや篠原マリアプロを輩出しているのですが広島カープではないですが地域に根付いたプロがいると身近に感じますし追いつけ追い越せという雰囲気もできます これも田島プロの人柄ですが地元の方もともちゃんなら応援しようとなっています逆に言えば弊社もスポンサーをしていてともちゃんのスポンサーならと思ってもらえるのが弊社が契約して生まれた企業としてのメリットかもしれませんね今後別の選手との契約を結ぶとしたら基準などはありますか基準というのは特にないですが大分のジュニアで頑張ってきて大分からまた第4 第5のプロが生まれて、その選手が全国で活躍していきたいとおっしゃっていただければ喜んで応援したいと考えております。あとは、人柄も大事かもしれないですね、大分のゴルフ界と、どのようなことをしていきたいという思いはありますか昨年はコロナ禍で男女問わず大会の中止が続き、さまざまな方々にとって大変な時期だったと思います。 そんな中、年末に田島ともプロを中心として仲の良い女子プロを8人くらい呼んで、テレビ局と組んでゴルフサバイバルのような番組を作りました。なんとか地元の企業がスポンサーになって作って、プロの手助けになればと思い、弊社が発案してテレビ局に企画を持っていってという形で成り立ったんです。こういう時期だからこそ、地元のプロを応援する企画を地元の企業と地元のテレビ局がやりましょう。 賛同してくれる番組スポンサーを集めて企画していったという形でした地元の企業にとってもイベントがないメディアにとっても番組がないプロにとっても試合がないというところから参謀よしの企画でしたいろいろな方々に賛同してもらい成功させることができました今後は大分だけでなく宮崎のテレビ局さんとも手を組んで宮崎のプロも呼んではどうかという話も膨らんできています さらに面白くななるかなと思いますジュニア育成という部分で今後やっていきたいことは先ほどお話したような企画などでプロゴルファーの方と知り合うきっかけもできていますだからこそプロがジュニアの育成に関われるようなゴルフ教室などの機会をもっと作っていければなと思いますまた大分県はコーチが少ないのでそういった人材を確保できるような仕組みも考えています 大分もジュニアレッスンはありますが、もっともっとジュニア育成していくためにはまだ他の県に劣っているなと思います。微力ながらジュニアの育成という部分で支えていきたいと思っています。これはもう一丁一石でできるような問題ではないですが、大分県にゴルフトーナメントを誘致できるようにゴルフ場を整備したり、そういった人材を作るお手伝いができればという思いもあります。田島プロとどのような未来を書いていきたいですか やはりプロゴルファーですから、まずは一生を目指して頑張ってほしいです。その夢を叶えるために、私たちもできる限り支えてさせていただくつもりでいます。共に大分から全国に発信できるようなパートナーになっていければなと思っています。